船の名前だったとは。ああ、船だけどよ、俺たちの大切な仲間だったんだ。待て待て、その話はまだ後だ。あん時はスーパーやべえこと。ロビンに市長暗殺未遂の嫌疑がかけられたのよね。んで市長んとこに行ったらよ、鳩のやつがヒョウになってよ。そんな説明でわかるか。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起き、容疑者として名が上がったのはニコ・ロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当時ロビンどこ行ったんだろうな。おーい、ロビンちゃん。ん？どうしたチョッパー。ロビンちゃん。ロビンどこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。待ってなよ、今そっち側へ回るから。いいえ、いいのよ、そこにいて。私はもう。何言い出すんだよロビンちゃん。あんなの気にすることねえよ。事件の濡れ衣なんて海賊にはよくある話だ。そうね、あなたたちに私にとっては偽りのない記事よ。え、私にはあなたたちの知らない闇がある。短い付き合いだったけど、今日かみんなにもよろしく伝えてね。こんな私に。こんなのみんなが納得しねえよ。ちょっと待てよロビンちゃん。ロビン。チョッパー、お前ルフィたちと合流して今会ったことを。本当に言ったのかロビンがそんなことを。全員覚悟はあったはずだ。仮にも敵として現れたロビンを船に落とし前つける時が来たんじゃねえのか。あの女はことが起こるとすりゃ今夜だ。現場へは行く。ロビンを捕まえるんだ。ゴムゴムのロケット。こりゃ下手に突っ込んだら大変なことになるな。あるみてえだな。行ってみよう。ゾロ、来てくれ。お安いご用だキャプテン。私たちはハッチの門に回ってみるわ。ルフィはどうする？ゾロ、来てくれ。お安いご用だキャプテン。麦わらだ、あいつバグさんに近づけるな。スイッチ？よし、じゃあそれを使うぞ。門が開くかもしれねえしな。やった、これで中に入れるぞ。お、なんだこれ、使えるんじゃねえか。でも動いてないじゃない。あんたが暴れたせいで壊れたんじゃないの？どこかに別のスイッチがあるかもしれないわ。ルフィ、責任取って探してきて。よし、先に進めるようになったみてえだな。ほいいやほいほい、あれもなんかのスイッチっぽいな。お、進めるようになったぞ。またスイッチだ。入れとくか。やったー、これで先に進めそうだ。ってこれじゃねえか。ゴムゴムのエレファントガン見つけたぞ。裏際の一味だ。よくもアイスバーグさんを。みんなやっちまえ。ロケット、あれくらいで俺を止められると思うなよ。先に行っちゃったぞ。うわー、面白い。よし、俺たちもこれに乗ろう。うわー、こりゃいいな。チョッパーはどっか行っちまったな。まあ、なんとかなるだろう。ルフィ、バカ野郎、俺を置いてくなんてひどいぞ。君は俺たちフランキー一家がいただくぞ。ルーフィ、私はここよ。早く助けて。おいルーフィ、俺はここだぞ。チョッパー、すぐ助けに行くぞ。麦わら、俺たちは賞金稼ぎ、泣く子も黙るフランキー一家だ。ナミ、行くぞ。お礼は3倍返しね。無事か、ナミ。遅い。まあいいわ。次はチョッパーよ。ルミ、俺も助けてくれ。一緒に行こう。お前らもう大丈夫だな。俺は先に行くぞ。ゴムゴムのロケット。よっと。よっ。ほい。てめえら、俺の子分どもをずいぶんと可愛がってくれたじゃないの。いやぶらえ、待て、やめろって。てめえ何なんだよ。こんなとこにいたのか。何やってんだ。てめえらのヘナチョコ攻撃なんざ聞くか。見りゃわかるだろう。あそこの変態野郎に手こずってんだよ。オーブンどもを痛い目に合わせてくれやがって。まだまだ怒りは収まらねえぞ。変態、今さら俺を褒めたって手加減はしねえぞ。燃料が尽きちまった。ゴムゴムのエレファントガン。ルビー、お前はロビンのもとへ急げ。俺たちも後から行く。ああ、じゃあ先に行ってるぞ。どこだ？そこだ、ロビン。絶対に捕まえてやるからな。ゴムゴムのロケット。うりゃー、ロビンはどこだ。ロビン。Go! 諜報部員だ。正義の名のもとに殺しを許可されている。突然だがあと数分でこの建物は炎に包まれることになっている。1階の部屋からじきに火の手が上がる。犯人は改造なの。そんなこともあるだろう。時計私は先に行く。ああ、役目は果たした。ご苦労。行くなロビン。まだ話は終わってね。いいえ、終わり。もう二度と会うことはない。ロケット。エアドア。我々 CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と、そして得た力が6つの超人的大義、よく身に染みたはずだ。世界政府の重要任務を任される我々4人と、たかだか一海賊団のお前たちと、せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド小人間か。志願島の外まで飛べ。